お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。グッドボタンとコメントのおかげでバンされることなく動画を投稿することができています。皆さん、本当にありがとうございます。それで、今日の話は、昨日に引き続き、山ちゃんの兄貴分、完結編を喋りたいと思います。山ちゃんの兄貴分、A はね、また自分の射程の下の人間に言ってね、幹事長を襲わすわけなんですよ。それで、大きい怪我はしなかったんですけど、ボコボコとやられたわけなんですよ。その時にね、幹事長の射程がトラブってた組織、そこの名前を言ってね、殴らせるんですよ。〇〇組を舐めてんのかこの野郎って言ってね、殴ってるわけなんですよ。だから幹事長は射程が揉めてた組織、射程がトラブってた組織ね、そこの人間にやられたと、そう思ってるわけなんですよ。それでね、幹事長がやられたと、女の家の駐車場で襲撃されたって、まあ連絡が入ったわけなんですよ、 A にね。それで全員事務所待機になったんですよ、またね。でも幹事長は誰にやられたかわからないと、誰ともトラブってないと、まあそういう言い方をしたわけなんですよ。射程がトラブってた組織の名前を言って殴られてんのに、そのことは言わなかったんですよ。もしそうなったら幹事長とこの人間で解消しないといけないからね。でも相手はイケイケ組織なんですよ。そうなったら幹事長が狙われる可能性があると、だからどこかわからないと、そう言い方したんですよ。それで A はなんやねんあいつと、ヘタレやのうと、ビビっとんかやと、まあそういうふうに思うわけなんですよ。それでさすがにその時に親分はね、幹事長に怒るわけなんですよ。相手がわからないって、そんなバカな話がないやろうと。それで親分が無期限のね、謹慎処分にしたんですよ、幹事長を。だからその日から幹事長はね、家に帰れないんですよ。そのまま事務所なんですよ。それで親分が謹慎して相手をよく思い出せと、どこかでこういうトラブルがあったとかよく思い出せと、幹事長をしてて示しがつかないと、どこの誰に襲われたかもわからないと、そんなことを言ってたら示しがつかないと、相手をよく思い出してしっかり開始することを考えろと、まあそういうふうに親分が言うわけなんですよ。それで A はよしよしと、おもろなってきたなと、まあそういうふうに思うわけなんですよ。それで A がね、親分のとこに行って、もし幹事長を襲った人間がどこの組織の誰か分かったら自分のとこの人間に走らせますと、きっちり仕事させますんでと、その時は親分勝手に動くんで、親分からの指示は待ちませんよと、親分を事件に巻き込むわけにはいきませんからと、こういうことをね、 A は親分に言いに行くわけなんですよ。親分としたらそういうことを言うね、若い衆は可愛いわけなんですよ。金を持ってくる若い衆と体を使う若い衆はね、可愛いわけなんですよ。それでそのタイミングで A がね、役職つくんですよ。座布団が上がるわけなんですよ。もともと何も役職がなかった若中から役職がつくんですよ。ちょっとその役職はね、何やったかちょっと大ちゃんも覚えてないんですよ。まあとにかくね、役職がついたんですよ。それで A は大喜びするわけなんですよ。よっしゃと、やっと役職がついたと、ただの若中じゃなくなったと、大喜びするわけなんですよ。役職ないことが A にとったらね、コンプレックスだったんですよ。それでね、幹事長が嫌がるわけなんですよ。 A が役職ついて自分は危ない状況やと、もしかしたら幹事長から格下げになるん違うかと、ちょっと危機感を感じてる時だったんですよ。そのタイミングで A が役職ついたと、ムカつくわけなんですよ、幹事長にしてみたら。A のことがずっと嫌いだから、
目障りでしょうがないわけなんですよ。 A のことがね、幹事長も A のことが嫌い、 A も幹事長のことが嫌い、お互い嫌い同士なんですよ。それでね、幹事長を襲わしてから1週間ぐらい経った時にね、幹事長を襲撃させたことを知らない射程 A のね、射程その人間は襲撃させたことを知らないんですよ。でもね、その知らない射程から A はね、言われるわけなんですよ。兄貴と、もっと襲撃した人間らに金を渡してあげないと、あいつらどこかで言うかもわかんないですよと、あまり金をもらってないと言ってますよと、そういうふうに A に言うわけなんですよ。その射程は心配して言ってるわけなんですよ。襲撃させてんのにもっと金を渡さないと言われますよっていうことを言ってるわけなんですよ。でも A からしたら、なんでお前が知ってるんやと、まあそうなったわけなんですよ。そしたらその射程は、いや〇〇から聞いたんですよと、その襲撃した人間ね、その人間から聞いたんですよと。そしたら第三者にいくら身内やと言っても喋ってるわけなんですよ。もちろん誰にも言わずにやれよと、そういうふうに言ってるわけなんですよ。それで A はね、その幹事長を襲撃した人間ら4人を呼べと、今すぐ呼べと呼ばしたわけなんですよ。それでそこでみんな正座させて焼き掘り込んだわけなんですよ。何ベラベラ喋ってんだよこの野郎っちゅうて、バットでバチンバチンと4人ともボコボコにしたわけなんですよ。スイッチがね、パチンと入ってしまって、ストップが効かなくなったんですよ。一人の人間がこのままだったら殺されると思って逃げたわけなんですよ。走ってそれで追いかけろと A は言うんですけど、誰も追いかけなかったんですよ。それでそのままね、その人間が警察に逃げたんですよ。でもね、警察に逃げたんですけど、 A とか他のメンバーはそのまま飛んだだけやと、警察に行くことがないと、それはね、体に覚醒剤が入ってたから大丈夫やと、自分から警察に行くことはないと勝手にそういうふうに思ってたんですよ。でもそのまま警察に飛び込んでるんですよ。でもね、幹事長を襲ったこととか幹事長の射程を襲ったこととかは言ってないわけなんですよ。ただ A に殴られましたと、やられましたと、殺されそうになりましたと、そう言って警察に飛び込んでるわけなんですよ。それで A はね、走って逃げた人間そのまま遠くに飛んでくれた方が、その方がいいよと、そういうふうに思ってたんですよ。他に漏れることがなくなるからね、だからその方がいいよと、そう思ってたんですよ。それからね、2週間ぐらいした時に家に警察が来たんですよ。 A をパクリに、その時ね、一緒にいてたのが幹事長の姉さんなんですよ。 A の家で寝泊まりしてるんですよ。幹事長が謹慎中だから家に帰ってこないからね、 A の家にいてるわけなんですよ。その頃になったらね、もう幹事長の姉さんはドボン中なわけなんですよ。きっちり A に仕上げられてるんですよ。変態のメスの女に仕上げられてるんですよ。それで最初はね、お酒に混ぜて薬を飲ませたんですけど、そんなことももうしてないんですよ。普通に A が注射器で幹事長の姉さんの体に入れてるわけなんですよ。それを拒否できないんですよ。もっと入れてくれと、もっとやってくれと、それぐらいに A に仕込まれてるわけなんですよ、幹事長の姉さんは。それでね、もちろん覚醒剤で幹事長の姉さんもパクられるんですよ。それで A はその警察に飛び込んだ若い子を殴った傷害と覚醒剤で逮捕されるんですよ。二人ともパクられたわけなんですよ、幹事長の姉さんも A もね。もちろんそれが幹事長の耳に入るわけなんですよ。それで幹事長と姉さんは別れるんですよ。姉さんは A に一緒になろうともちろん言うんですよ。でも A は
そんな気全くないんですよ。弁護士を通しての話だからね。 A は適当に分かった分かったと弁護士にそう弁護を伝えるわけなんですよ。そしたら姉さんはその気になるんですよ。それで家にあった覚醒剤、 A の家にあった覚醒剤ね、姉さんが被るわけなんですよ。私の覚醒剤やと、私がこの家に持って行ったと、そういうふうに言うわけなんですよ。それで二人とも起訴されるんですよ。起訴されて保釈で二人とも出るわけなんですよ、シャバにね。それで A はもちろんそのまま事務所に行くんですよ。事務所に行ったら幹事長の謹慎は解かれてたらしいんですよ。解かれてたけども幹事長は事務所にいたんですよ。そしたらもちろん姉さんのことで言い合いになって殴り合いになるんですよ、またね。でも A は幹事長の女房だとは知らなかったと、パクられるまで知らんだと、パクられて刑事から聞いて初めて知ったんやと、知らなかったと。だから事務所で入れ墨入れた変態の女がおると、その話もしてたんやと、まあそういうふうに A は言うわけなんですよ。それで姉さんにももし幹事長にバレたら幹事長の存在は言ってなかったと、 A に言ってなかったと、そういうふうにちゃんと言えよと、それは言ってるわけなんですよ。事前に話ができてるんですよ。姉さんは A の言いなりだからね、もちろんその約束を守ってるわけなんですよ。それで事務所で殴り合いになってね、まだみんなが止めに入って一旦収まるんですよ。収まった上でね、幹事長が親分に A を絶縁してくれと、豆泥棒やと、人の女房を薬使って生きよったと、これは絶縁にしてもおかしくないんじゃないかと親分に言いに行くんですよ。でも親分は A はお前の女と知らなかったと、お前の女も A には何も言ってなかったと、お互いそう言ってんのにそれで A を絶縁するのはおかしくないかと、まあ親分はそういうふうに幹事長に言うらしいんですよ。それで A はね、その幹事長が親分に絶縁にしろと、絶縁にしてくれと、それを言いに行ったことがね、気に食わないんですよ。それでまた下の人間にね、今度は幹事長をさらえと、さらってこいと、車に詰めてさらってこいと、そういうふうに言うわけなんですよ。そしたら言われた人間ね、 A から言われた人間、この人間はもしかしたら A は幹事長を殺すんじゃないかと、やるんじゃないかと、そういうふうに思ったんですよ。それで怖くなってね、そのことを親分に言うわけなんですよ。そしたらその勢いでね、幹事長の舎弟を襲ったこと、それで次は幹事長を襲ったこと、全部言うんですよ、親分の耳に入れるわけなんですよ。それで親分がね、大発狂するわけなんですよ。殺してしまえと、 A を殺してしまえって大発狂するわけなんですよ。そのことをね、 A の舎弟で親分のそばでいてる人間が一人残ってたんですよ。その人間が A にチンコロするんですよ、言うわけなんですよ。誰々が親分に全部喋りましたと、それで親分が大発狂しますと、兄貴殺されますよって言ってね、連絡入れるわけなんですよ。それで A がこれはまずいなと、これは本当にやられるん違うかと、そう思ってね、飛ぶんですよ、そのまま。それでね、その時一緒に幹事長の姉さんも一緒に二人で逃げたんですよ、飛んだんですよ。でも二人ともね、保釈中なんですよ。だから保釈逃亡でね、警察からも探されるわけなんですよ。でも2年半ぐらい逃げてね、二人パクられるんですよ。それで本来姉さんは執行猶予だったんですよ。でも保釈逃亡したからね、実刑判決来て懲役務めるんですよ。それで A も懲役なんですよ、覚醒剤の使用とその若い子を殴った傷害罪で、それで懲役なんですよ。それで A はね、もちろん逃亡中に
事務所から絶縁処分されるんですよ。それで懲役勤めてから社会に帰ってきてね、風の噂ではその幹事長の元姉さんと一緒に生活してるんじゃないかと、そういう話はあったらしいんですよ。大ちゃんはそういう風に聞いたらしいです。はい。 A はね、結局策士策に溺れるでエリートのヤクザ人生をね20代で終わらせてしまったんですよ。はい。まあ今もどこかで元気に覚醒剤をやってることだと思います。はい。ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。